イマージェン研究家の方だね。おしゃべりしてみましょう。ああ、そうねそうねそうね、パパナシアにいらっしゃった方、ネロリさん。おやおや、君たちは。ふふふ、そんな変装では私の目はごまかせませんよ。またお会いしましたね。いやー、いいところに来てくれました。ちょうど頼みたいことがあったんですよ。よくわかりましたね。今度はどうしたんですか？いえいえ、大したことではありませんよ。というか、前回と同様のお願いでして、今回も私が指定する魔物を連れてきてほしいんです。引き受けてくださいますよね？機械のイマージェン、うん、わー、さっきいっぱいいらっしゃったあのね、ロボットな感じだ、ロボットな感じの方な感じがするね。あー、頑張ってみましょう。機械のイマージェン、引き受けました。クエストをね、ありがとうございます。この辺りの魔物はちょっと変わっていて、前々から調査したかったんですよ。ちょっと変わった魔物ですか？ねえ、機械系の魔物なんですが、その生態には多くの謎が残されていまして、ここで今回は大きな機械仕掛けの魔物と小さな機械仕掛けの魔物、そして土色の歯車の魔物の3種類を連れてきてほしいんです。あー、なんとなくなんとなくあの人かなという人はいらっしゃるけど、もちろんマンホールに入れたままじゃダメですよ。ちゃんと3種類同時に私のところに連れてきてくださいね。かしこまりました。が、今のところちょっとあの外ですぐにバトルになって戦える、いい感じに戦えるほどではないので、他には他にこの辺りで光ってる方とかいらっしゃらないね。こっちじゃ出てしまうので、こっち行ってみましょう。333を必要な方、あ、待って、ミラントがいる、ミラントがいるミラント、ここはちょっとまたね、クイズになるかもしれませんが、ミラントおしゃべりしていきましょう。スピリトオークが必要だね。スピリトオーク。いやー、また会えた。オリバー、また会ったな。見たか？とんでもない街だろ、ここ。そこら中、機械だらけなんだ。やっぱメカは男のロマンだよな。うん、わかるわかる。おう、わかってくれるか。俺も仲間にするイマージェンは機械系って決めてたからな。そうだ、イマージェンといえば、お前の仲間もだいぶ増えてきたんじゃないか。ご名答。今までのね、初めてここ来た時だったらさ、いなかったけれども、今言われるとご名答だね。うん、丸のおかげでね。よし、じゃあ今回はこんな謎がいいかな。マジックマスターのどこかに、確か、イニシエの魔法大戦の絵が載ってるはずだ。その絵の中には、俺の好きな機械系のイマージェンも描かれているんだ。その機械系イマージェンが何体いるかを当ててくれないか。イマージェン使いならすぐわかるよな。じゃ、わかったら声かけてくれ。かしこまりました。では探してみましょう。マジックマスターの、ここでパッと見てもわからないから、一旦目次みたいな感じの方がいいかな。押してこうして、ここじゃないよね、ここじゃないよね。あった、これだ。イニシエの魔法大戦の図、212ページ。かしこまりました。212ページに行くには、ページ一覧から行った方がいいかな。すごい数ある。この辺ざっくりこの辺、今どこ210、あ、ちょうどいいんじゃない、ちょうど、あおー、ちょうどよかった。イニシエの魔法大戦の図がこちらだそうです。機械系のイマージン探してみようか。まずはこの辺いないね、いないはず。え、この人そうかな？この人。ハグルンさん。ハグルンさんは機械系かなと思うので、とりあえず今一人ね。ちょ、なに、何か始まった。何これ。ちょっとなんだろう。絵が見えない。絵が見えなくなっちゃった。これ、なんか画面が変わると、違う、ここであった、
出来事みたいな感じなのかな。何かムービーみたいなものが始まる。ちょっと絵が見えなくなっちゃうからこうしさせてもらって、この辺いらっしゃらない。イエイさんがいらっしゃる。かわいい。と、子供アラビンさんだろうなという人もいながら、コッツヘイさん的な人もいらっしゃって、違うかな。あ、この人そんな感じしない？この人。ねえ、なんか歯車っぽいから。よし、二人目。ナチさんがいらっしゃる。二人目だとして、トベルダーさんがいらっしゃる。アメーメーさんもいらっしゃる。ニャッキーくんもいらっしゃる。完全に見落としてる。このロボの人は機械系だね。機械系。三人ね。なんだろう、この人なんだろう、すごい気になる人がいらっしゃる。このうさぎさん。なんだろう、この細身の うさぎさん。出会いたいな。と、これはさ、アイテムだよね。ピッキングガンだよね。ジャイロさんの持ってる。だから、これはイマージェンじゃないとして、この人ちょっとさ、大きく画面をするとさ、消えてしまうんだけれどもさ、この、今まっすぐのところに、この人さ、イベリューグさんじゃない？ね、今からバトルしたい人。だとして、この人も機械仕掛けだから、4人かな？もう一度。今回ちょっとさ、一回でクリアしたいじゃない。ね、悔しいから。だから、もう一度一応見直しをして、いなさそうだよね。今のところ、見当たらないはず。いないはず。いないね。これ違うもんね。これ。これはアイテム的なものだよね。だとして、歯車っぽいけど。と、では、4人だね、4人。ここのハグルンさん。と、ハグルンさんのちっちゃい方、ロボットっぽい方、イベリューグさんの4人だとして、よし。一旦終わる。行くよ。頑張ってみよう。マジックマスターに乗ってる、イニシエの魔法大戦の図は見たかい？そこに、機械系のイマジンは何体いた？ 4 人だと思う。今回は、1回で正解したい。あー残念、不正解だって。嘘でしょ？いいか、機械系のイマージェンを数えるんだからな。もう一回。悔しい。全然わかんないけどさ、この人っていい、機械仕掛けなのかな。この人。ちょっとさ、不思議な雰囲気してるけど、ロボットっぽい見た目と言われるとそうかもしれない。そうじゃないと言われるとそうじゃないかもしれないけど、あの人だとして、5人かな？かなぁ。5人でお答えしてみようか。わからないけど、ちょっと確信持てないけど、どうかしら。5人、どうでしょう？おー、正解した。あの人で合ってたかどうかはちょっとわかんないけど、ちょっと確信が持てないけれども、正解だ。ちょっと簡単すぎたかな。この絵にもあるように、イニシエの魔法大戦の時代から機械の文明は存在していたんだ。でも、このイニシエの魔法大戦って何？遥か数千年前に起きたっちゅう、伝説の大戦のことやな。まあこの絵は実際の対戦とは全然違うけどな。イラストはイメージでしょってやつさ。対戦当時の資料なんてさすがに残ってないみたいだからね。なんや、ほんまに見てきたかのように言うな。としずくさんおっしゃられてるけれども、ミラントはね、見てるかもだよね。そういえばそうだ、なんで俺この絵が違うってわかったんだ。見てはないけれどもみたいな感じ。
やっぱりちょっと記憶を共有する感じかな。俺が知るかいな。まあいいや、またまた正解したんだし、これをやるよ。迷宮の目、近くにある宝箱の位置がわかる魔法だそうです。うん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 、とても嬉しい。ありがとう。あれはもうちょっとこの街を見たいから適当にぶらつくことにするぜ。飽きてきたら別の島にでも行くよ。今度はこことは逆に大自然の中がいいかな。じゃあなーとのことです。まあ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 、一つ一つまたクリアしまして、この人って光ってる方どうだっけ。お腹空いた。でも今は大事な研究の真っ最中で忙しいしな、我慢するかな。そうだそうだ、我慢の心がありすぎる人だった。なあ兄ちゃん、空腹でぶっ倒れる前にあんたの我慢の心分けてくれへんか。そんなことができるのかい。少しだけ散ってしておいてくださいね。あ、できそう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 。そうか、あの傷を治す時にお渡ししたから、今我慢の心ないから受け取れるということね。よかったよかった。お腹いっぱい食べてね、たまには。これでただいまやる気の心と我慢の心が手元にあるという感じだね。あれれ、なんだか無性に食欲が出てきたぞ。このまま倒れちまったら研究どころじゃないし、よし食事を取ることにするかな。はい、きっとその方がいいですよ。研究うまくいくといいですね。ありがとう君たち、我慢しすぎるのは体に良くないよな。よかったよかったよかった。とりあえずとりあえず一人、そしてこっちこっち、わー違うかも違うかも。こっちはジャイロさんのとのなんかあのお洋服もらってみたいなところだったかもしれないけど、光ってる方がいらっしゃるから、この人おしゃべりしておきましょう。この人なんてことだ、材料が足りないじゃないか。あと少しだっていうのに、どうかしたんですか。あー、今後の薬の材料が足りそうにないんだ。あと少しで完成だったのに。妹さんが心配なんですね。もちろんさ、今妹はビッキーニで療養中なんだが、病気さえ治ればまた一緒に暮らせるんだよ。だからそんなに頑張って研究を。なあ君たちにお願いがあるんだ。薬の材料の生き生きの子を取ってきてくれないか。かしこまりました。まあね、クエスト受けておけばどこかで見つけたらこれだってなるもんね。本当に助かるよ。生き生きの子はこの町の西の方にある森に生えているはずだ。かしこまりました。それは今すぐではないけど、また後ほどとしまして。今ここってさ、どんな感じになっているのかしら。特にもうできることはないのかしら。おしゃべりができる？兵士の鎧なんて着て何するか知らねえが、無茶なことはするもんじゃないぞーと言ってもらって、このあたりは他に何かこう、ご購入できるみたいなことはなく、なので一旦戻る。この光ってる方は、この光ってる方、親友に仕事を譲るくらいなんて譲るくらいなんてことないさ。どんなことでも協力してあげたいんだよ。優しさの心で満ち溢れてる人、そう、優しさ分けてもらえませんか。よくわからないけれどもいいよ、言ってもらいまして、ここも同じくハートピースでお預かりしていきましょう。優しさの心。そうだそうだ、ブラックだったのかなって言った人だ。よし、これで優しさの心をいただきました。ありがとうございます。なんだか心がふわふわして不思議な気分だよ。じゃあね、君も友達は大切にするんだよ。いいな、僕も大人になってもマークとずっと親友でいたいな。大丈夫や、オリバーが今の気持ちを忘れずにマークのことをずっと大切に思っとけばええんや。そうかもね、しずくもたまにはいいこと言うんだね。たまにはってなんやねん。でもそれはそうよね、とかちょっとほっこりしながら、この人おしゃべり。太陽みたいなイマージェンって本当にいるのかしら。おや、あれ、太陽みたいなイマージェン、太陽みたいなイマージェンいるんだけど、これはメンバーに、一番
こうしてこうしなきゃいけないとかっていうことなのかしら。こうしてこう。ああよかったよかったよかった。イマージェンのサンさんを連れてきましたよ。まあすごい、本当に太陽みたいだわ。それじゃあ早速光を浴びさせますね。お花咲いたのかな。ちょっと後頭部がさてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。